はい、こんにちは、虫エビです。ワールドの続きやっていこうと思います。3面の最初から、いきます。3の1、レンガが積まれた地下。レンガです。よいしょ。銅管入る。これがキノコ。オッケー。これは叩けば取れるか？わ。オッケー、戻ってくるってことは、まあ先に。この辺が多分、そうだよね。ブロックってことだよな。全部壊しちゃって。油。まあちょっとずつコインも回収しながら、行こうかな。特になんもなし。ブロックが結構邪魔で怖いなこの辺。俺も降ってこないよね。はい、4体踏んで。よいしょ。これなんかある？ない。よいしょ。やっべ。あぶねえなぁ。オッケーフラワー。よいしょ。ブロックを。追いながら。ちょっと待って。よいしょ。怖え。オッケー。お、どうか。上戻ってきてゴールだと思ったらもうちょっとありそう。これがフラワー。これ上行ける？怖いな。潰されそう。叩いたら壊れるのかよ。下くぐって。あぶら。あこれ怖えな、ちょっと。壊して。ちょっと、ジャンプ失敗しないようにしよう。ナイス。いえー、これ何？あのコインと結構命がけだね。下なんかある風でもないしな。さすがに降りるのは厳しいな。オッケー。怖え、これ。オッケー、いい。よーし、これだ。えい。なんか1コース目からなかなかのロングコースに感じた。お、2コース目は砦と。3の2、血統地下帝国の資格。キノコが飛んできた。ドア入って。わーい！ 2 回目。3回目。オッケー。中間でキノコがまた飛んでくると。ここは何もなし。ドア入ります。入ると、さっきよりちょっと強いかな？こいつは。よいしょ。3回踏む。これ落ちないよなぁ、こいつ。無理だな。オッケー。はい、3回目。で、ゴールと。次が、お化け屋敷。3の3、騙しの館。さあ、騙してくるんですか？キノコ。よいしょ。怖え。これ下ルート、なんだこれ。上はあるなあるけど、ちょっといけないか。ここになんかある？なんもねえ。多すぎるな、いけるとこが、これ。P スイッチ取って、下行くか。これも外れだよな、多分。怖え、マジこれ。ここで押すか。これで下通って。いやー、取っていいんかな、これ怪しいな。あれ
ゴール。次次。3の4、迷いの渓谷。迷いの渓谷です。なんか洞窟みたいな。フロアだけど。下は特に意味ないのかな。じゃあこっち行きまーす。なんかある？なんかコインだけっぽいよな、これ。敵がいる。危ない。戻りまーす。掴みまーす。よいしょ。いや、ちょっと。ロモグラ怖い。上は？どうだ、この矢印。大丈夫か？大丈夫そうだ。危ねえ。ファイヤー。これ、この状態でファイヤー撃てねえのか。うわあ！おい！こっちルートは？モグラ多すぎだろ、ここ。上行けねえな、これ届かなな。よいしょ。ここの上はいけない。これ踏めるんだ。あー、今度は踏めねえのかよ。OK。よーし、次下か、これ。この上とか、なんもないもんな。いや、やべえな、これ。敵が激しい。結構。下を通って、これ怖いな。ちょ、上ルート行きます。特に何もないが、よいしょ。OK。ほっ。なんか、上、上、ああさっきこれ死んだんだよな。行くぜ。ゴール。ゴール前で死んだんか、さっき。OK、押しろ。3F、砲撃、キラー城。キラー城です。キノコ。で、ま、キラーがたくさん飛んでくるのかな？キラーいるね。結構、ま、土管の中から何も出てこないといいな。わー、いらんミスをした。あー、見てなかった。とりあえず赤いのは、ちょっとだけ気をつけて、ゆっくり進んでいこうかな。これ、これ、怖っ。よし、オッケー。マント。意外とみんなくれないマント。コインは、いや、やめとこ。いや、取るか。いや、やっぱ、いらんことしたな、マジで。おーっ砲台なくて飛んでくるからさ、マグナムキラー、怖えよ。マグナムキラーって、マントで弾ける？ちょ、わかんねえ。怖くてできねえ。よいしょ。よいしょ。普通のキラーを弾けるんだけどな。なんか、でかい系って、急攻撃が、なんか限られてる印象あるんだよね。やっぱ。まあでも代表的なやつってなんかヨッシーで食えなくなるぐらいしか知らないんだけどさ。マント取って土管入ります。ボスかな？ロイ。これ落とせるんだよね。ワールドのスキンは。オッケー。モグラー、ゴール。オッケー、スターメンクリア。だんだん難しくなってきたかな。1、2面に比べるとね。